大野の撫で山は、元禄九年十月十二日、久保田藩領の出羽国川辺郡大野村で、農民二十二人が、久保田藩氏によって殺害された事件である。現地住民の間で語り継がれた伝承と、藩の公式な記録とで、原因や天末がやや異なっている。元禄九年七月二十四日、大野集落の南に流れる古川で釣りをしていた、久保田藩 黒沢一兵衛と川を船で渡っていた農民二人が接触し、喧嘩になった。その日は農民側が勝利したものの、10月12日に百姓20人が残首いさかいの発端となった二人が張り付けになり、合わせて22人が処刑されたとされる。多くの人命が失われたことから、様々な形で伝承が残っており、 大野の地では長らく藩士による死刑のなで山と伝えられていたが、昭和時代になって藩の取り調べと採決による処刑であったとする高記録が発見された。現地には100回機と150回忌に建立された供養塔がある。大野村なで山事件の供養塔原禄9年7月24日、大野集落の南に流れる古川に接する西米宅付近で、 久保田藩士の黒沢一兵衛という一人の武士が釣りをしていた。そこへ船に芝を満載した一蔵と二蔵という兄弟が通りかかったところ、芝の橋が黒沢の釣り糸に引っかかった。黒沢は劣化のごとく怒ったので、兄弟は平誤りに謝ったが、黒沢は収まらない。兄弟が逃がしたお魚が悔しかったなら、わしら二人で早速取って死んぜますというと、 黒沢は帰って逆上して、下船のみ二つ一等のもとに叩き切ってやると言った。すると兄弟は、百姓を下船とは下せぬお言葉。お武家様が頂戴します。五六は一体誰が侵入するとを思いなさると返す。三人はついに喧嘩となるが、武士といえど差を思った複数の相手では、分が歩く、黒沢は二人の勢いに押されて、席にはまり、意識を失ってしまった。 二人は黒沢が死んだと思い、放置してそのまま帰宅した。黒沢は夜になって、方法の手で帰宅し、ことの顛末を同僚たちに訴えた。自分の身によほど有利な訴えをしたものらしく、同僚から同情を得た黒沢は、報復を企てた。内々に四ヶ月にわたって、犯人を探したが、村民たちは口を割らなかった。 武士たちはこの村の主人全部を残罪に処する他は、ないと死刑を企て、古川沿いの帝所に、急増の藁小屋を建てた。10月12日、取り調べの筋があると集落の家々に伝えて、家の主人を呼び出した。取り調べと偽って、前方のむしろをまくして一人、数と小屋の中に入れた。小屋の中には、穴が掘られていて、穴の傍らには抜刀の武士が数人か溜まっていた。 入ってきた百姓を無言のまま槍で突き刺し、倒れるところを後方の刀がバッサリと首をはね、そのまま穴の中に落とした。小屋の外にいた家族が外に出てきた武士に尋ねたところ、罪人の門で投げ切りにいたしたと答える。家族は泣き叫びつつ、秘宝を伝えるべく村に走った。羽織馬鹿まで駆けつけた肝入りの工藤七郎左衛門が、拙者に一言の挨拶もなく、 百姓を尖人として引き立てるのは筋道が立ちません。ご両主の命によるお取り調べでしょうかというと、皆まで言わぬうちに武士は駆動を切り殺した。殺されたのは全部で22人であった。久保田城下の梅津邸から残殺を思いとどまらせるための救止が送られたが、死者が武士たちに出会った時はすでに残殺を追い引き上げてくるところであった。梅図家はこの地域の地頭で、 黒沢一兵衛の主人であった。死者が、梅津様より、取り留めのご沙汰というのに対し、もう切れ植え終わったと、武士たちは答えた。この、切れ植えが、由来となり、現地の集落を、切れ植えと呼ぶようになったという。伝説によれば、同じ家より二名殺されたとか、老婆が事変を予知し、せがれを小屋によこさなかった家が一軒、あるという話もある。また三殺の際、 帰り地を浴びるのを避けるために、槍の方に藁束を巻いたというので、村では藁うきの使用を嫌ったという。また、怨念に悩まされた村人は夜に外に出るのを恐れ、便所を家の中に作ったと伝えられている。村には、当時より、遺族によって営まれてきた里年物公と称するものがある。当初は月一回林番の家で行われたものの、春秋二回となり、 明日の陰暦10月12日にエコーを続けている。過去町には残殺された農民の法名が記録されていて、22人の他に一人女性がいる。この女性は残殺を悲観し、悶絶死したものであろうとされる。22人は罪人とされたため、母大書に入れることは遠慮され、現在の東光寺の南隅に、如来堂という夜寺を建ていを安置した。以来、道寺は、 安住様と言われていた。明治初年、川尻村にあった東光寺が廃寺になる時、新田村の勇士が譲り受け、1886年に、如来堂の敷地を包む位置へ、現在の東光寺を建立した。その時、遺廃や不動産は寺に移管された。石塔は100回忌になる完成7年10月12日に建てられたものである。元は王の集落の墓地にあったが、 墓地が新設されるため移動された。五輪塔は150回期の降下2年に建てられたもので、高さ7尺である。摩耗して刻まれた字ははっきりとしない。なで山の場所は、はっきりしないが、大野村、新中島橋付近の俗称破れの地点であると、幾道音に伝えられている。明治初年頃、その付近は、村の再土地であり、時折土地から、 多数の人骨が発掘されたという。大野村は、久保田藩の重心である、梅津藩右へ門屋の階層で、百姓は梅津家の百姓であった。古川は、元は大野川といい、尾物川の下流で、尾物川の開作後主流を失っていた。船や茎の釣り場で、城下から釣りにやってくる武士の出入りが多く、中には乱暴を働く者もいた。 地元ではこれらの釣り人を暖母と呼び、長い間摩擦が絶えなかった。黒沢一米による7月25日の口上書は、次のような記述である。昨日、大野村へ魚釣りに行き、午後2時頃大野川で、糸を垂れていたところ、川船に草を積んだ14、5人の百姓が引き綱で、船を引きながら通り過ぎようとして、一米の体に綱を引っ掛けた。 そこで、兵衛が、拙者が見えぬはずがないのに、無礼であろうと叱ったところ、船を引いている者の言うには、お侍様の釣りはご公務の御用ではございますまい、などと悪口を叩くので、兵衛と百姓たちは、激しい抗論となった。船乗りの一人が杭を持って、兵衛に打ってかかったので、兵衛は刀を抜いて争うううちに、二人の百姓に傷を負わせてしまった。これを見た。 船乗りたちは一斉に岸に飛び移り、訓や棒を振り上げて、一兵衛に打ってかかった。少し離れて釣りをしていた連れの尾の木万奈々が驚いて、駆けつけ、一兵衛に助立ちをしたので百姓たちは逃げ去った。そこへ王の村の肝入りがやってきて、いかがなされたというので、一兵衛は、不届きの仕打ちがあったので、百姓二人を手追いにしたと言って名乗った。連れ添って村畑まで来ると、 戦国逃げた者や棍棒を持った大勢の村人が、一兵衛に飛びかかり、散々に痛めつけた。大勢に、武勢のため一兵衛は、力及ばず、打ちまかされ、大将を奪われ縄までかけようとしたので、また礼拙者は逃げ隠れはせぬ。侍に似合わぬことがあったとしても、侍に縄をかけるという方はない。やめられい。と制止したが、大勢の百姓たちは一兵衛を縛り上げ、 梅漬けの家臣根本今右衛門のところに引き立てようとした。しかし、途中から大野に引き返し百姓自兵宅に連れ込んだ。やがて万七の旧法によってか、一米の親類の者が駆けつけ、間もなく梅漬けの家臣柳田一馬がやってきて、一米の縄を解いた。久保田藩ではこの工場所をもとに、百姓たちの罪とがは、免れないものとして判決を下した。 申し渡しによると、武士方はむしろ武士道を建てたとして商用され、助立ちをした者はお構いなしとした。ただ、同僚を見捨てて現場より帰った二人が平門になっている。一方の百姓側では、武士を面白したということで事件の短所を作った二人が、張り付けの極刑、名主はじめ多くの村人は残らず、残死刑を言い渡されている。大野村は殿によると、上級年間、 源氏の抜流である武人坊が守護神として鶴岡八幡宮の分霊を奉仕し、由利軍から土着して開拓したのが始まりだという。続いて、慶長年間と島城の落城によって高橋家の先祖が移住した。なで山事件当時は22件の個数があったが、34年後の強方軍勇気にも22件の個数が記されている。この事件の判決のことは、 岡本岩町の日記にも記録されている。それによって、藩士の死刑ではなく、藩により公に断罪されたことがわかる。角野立の塩屋民部の組下の関作右衛門の父親で、道という人が書いた日記を収録した古文書で、大野瓦で処刑があり、それを見物したことが記録されているものがある。しかし、現在では、その古文書は、行方不明であるという。現在、 大野のなで山の供養塔は、新井田上水場に向かって、新川の橋を渡って間もなく、道路沿いに建立されている。右側の石塔はかつて、大野集落下町の墓地にあったが、上町に墓地が建設されてから同所に移された。ここは、通称破れの地点、すなわち武山事件の処刑地と伝えられている場所である。事件発生当時は大野集落の北にあったに、 艶屋型は一つの大きな沼であった。事件後は次第に埋め立てられていった。菅山隅はこの沼を大野の湖として、承知林号では国川辺軍に得ずと文章で記録している。さらにこの沼は昔、雄星路、男の方とも呼ばれていたことを記録している。北にある沼はに艶屋型と呼ばれ、王野集落の近くにある南の沼が大野方となっていて、 事件当時、菅江雅美の絵図とは違い実際には、沼の中央に、刀中島があった。黒沢一兵衛が釣りをしていたのは、王の集落の南にあった古川である。撫で切りが実行された地点は、地図南部の王の集落から古川を越えたところにある、記念碑のあたりである。東方にある切れ植え集落が、切れ植え伝説が残る集落で、二位が村にある寺院が位牌が残る東校寺である。 ありがとうございます。